はい、どうもお久しぶりです、山崎です。今日はボーカルの、メロディーをより細かく分析して、細かなピッチ揺らぎ、しっかりとって、そして表現していこうという、そういうレッスンにしたいと思います。森山直太朗さんの、桜という曲、直太朗さんが歌う曲ですね。森山直太朗さんが歌ってるボーカルのみを取り出して、そして、波形を分析したものがこちらにあります。こういう風に、こういう音程の細かな揺らぎとかね、こういう部分がわかります。まず桜の歌詞、僕らはきっと待ってる、僕らはきっと待ってる、ここで、波形を分析していきたいと思うんですが、まずここですね、注目してもらいたいところ、ここは尺になってます。どんな棒の言い方になるかというと、ボーッと下から持ち上げるように、ボーいうしゃくり。そしてここ揺れありますね。ちょっとビブラードですね。ボーッ、そしてくー、ここもちょっとしゃくりあります。くーらわーと、ここはもう確実にビブラードですね。はい。きー、ここはまあ、ぐちゃってなってるんですけども、まあこれはもう、きーっとこういう感じでいいと思います。こっからはそして裏声に入ってきますね。これはもうしゃくり、ビブラード。きーっと、止まってる、ここビブラード、うーという感じに歌いますね。はい、ここ1行練習してみましょう。せーの、僕らはきっと待ってる。次行きたいと思います。君とまた会える日々を、君とまた会える日々をという、メロディーですけども、まずここもとまた、これが裏声になります。君とまた、こういう感じですね。で、会えるで戻ってくるところがまた難しいところなんですけども、今日は音程ちょっと見てみましょう。君と、ここしゃくり、そしてビブラート、君と、君と、ということになりますね。また、会える、ビブラート。日々を、まぁ、ちょっと落とす感じですかね。日々を、この、おは、ここから入ります。おここから繋いで、降りて、ビブラートしていってください。では行ってみましょう。君とまた会える日々を。せーの。君とまた会える日々を。という感じですかね。はい。OK。では次行ってみます。はい。次は桜並木の道の上で。桜並木の道の上で。こういうメロディーですけども、これもさはまあちっちゃく子音ですね。さくら、ここ、上げてます。並木の道の、こうしてフォールね、道のこう落とした方がいいです。上上上の A はここから入ってます。上で、つないでいくんですね。上で、ビブラート。では、今のをつなげてやってみましょう。桜並木の道の上で。では次、手を振り叫ぶよ。手を振り叫ぶよ。ここちょっと音出てないんですけどね。手を振り、ここでビブラード、これはしっかり出てますね。で、シーン、叫ぶ、ここさ、叫ぶ、ここにまで、ブーはちょっと前から入って、ここまで上げていきます。ブーよー、ビブラード最後しっかりして、歌ってみますよ。手を振り叫ぶよ。手を振り叫ぶよ。
よ、こういうメロディーです。はい。